はい、皆さんこんにちは。前回のビデオに引き続き、これは台湾じゃねえ、シマノの、ストラディック、19ストラディックの 4000XG に関してです。前回の動画で予告しましたように、このハンドルですね。ハンドルノブ、この平べったい T 型のやつから、丸い、いわゆるパワーノブというやつに交換していきます。で、よく他の方の動画とかで私見るんですが、このね、ハンドルとかを本体につけたまま、こうゴリゴリやってらっしゃる方いるんですけど、私はあくまで気休め程度だと思うんですけど、これ外してからハンドルだけでやります。なぜかというと、やっぱりつけた状態でガチャガチャやってるとね、変なガタンと落としたり、変な角度で力入ったりして、このシャフトとか、ギアに、ダメージが出るんじゃないかなっていう懸念からです。ということで、これハンドル外してから作業しますんで、まずハンドルですね。で、私今回使うのが、ちょっとごめんなさい。元々の箱を捨てちゃったんで、皆さんご存知だと思いますが、ゴメクサスというメーカーですごい安い、パワーハンドル出てるんですね。それを使います。これ箱の中にはね、この本体と、この簡易な取り扱い説明書と、こういったワッシャー類が入ってます。で、シマノとダイワで取り付け方が違うんですが、シマノの方が、これタイプ A だったかな?非常に簡単に、交換ができるようになってます。でですね、これ、初めて、される方のために、この動画を上げますんで、ゆっくりと説明していきます。本当はね、急いでやるとね、5分もかかんないんですけど。で、まず、シマノのハンドル、ダイワも最近そうかな。このキャップの部分がね、ネジで止めてなくて、グッと押し込んだような形になってます。で、結構こうスカッと通るんで、このプライヤー先が曲がってるスプリットリングオープナーとかで、こうグッと掴んでですね、引っ張ると取れます。はい、取れましたね。簡単にこれ取れますんで。で、取れると中に、これご覧とわかりますかな。ネジがあるんですね。このプラスネジ、マイナスも切ってあるんですけど、どっちでもいいです。これプラスのネジ、ぴったりのやつで、まず外していきます。簡単ですね。これグッと持って、反時計回りに回せば、簡単に外れますんで。外していきますね。で、この中のネジは再利用いたしますんで、そのまま取っときましょう。説明書を外しておきますね。はい、抜けました。で、ストラディックの場合、一つがボールベアリングになってるのかな?これ中に入ってますね。あ、ポイポイ。はい、取れた。ハンドルの片方がボールベアリングで、もう片方がなんか白いプラスチックのカラーが入ってますね。うん、セコ。いいでしょう。ここの部分は、この買ったゴメクサスの、ノブに、もう最初からボールベアリングが2個入ってます、ついてますんで、それをそのまま使います。で、まずね、これ、取り付け方なんですが、シマノのやり方でやります。非常に簡単です。この付属の、ワッシャー、いろんな厚さが、飛び散った。やべ。いろんな厚さのやつが入ってるんですが、その中で一番薄いものを選択してください。これが一番薄いですね。多分で、そこから、徐々に足していくような形で、クリアランスを取っていきます。一発で決まる場合もありますし、もう3枚4枚って入れないと、ガタが残ってしまう場合もございます。1枚ずつ入れていきましょうか。これ薄いやつ2枚準備しておきますね。で、まずやり方なんですが、これ A タイプ。シマノの、ハンドルのシャフトは、ここが段差になってます。これが段差になってますね。で、ダイワは逆に段差になってないので、こういう、ベッドね、付属で付いているカラーを入れて段差を作るようになってます。で、このベアリングもちょっと、置いておきますね。で、まず、この一番薄いワッシャーを中に入れて、ベアリングを通して、本体を入れます。で、ここネジね、これを締めます。ゴメクサスの
ハンドルについてるネジを使っても結構ですし、もともと入ってるネジを再利用しても結構です。全く同じネジなので、サイズはね。で、そんなネジのサイズ、品質変わんないんで、両方ともステンレススチールを使ってますんで。で、軽くこれ止めてみてください。ギュッと締めなくていいです。今、クリアランス見るだけなので。で、こう、見てみると、締める前に見てみると、結構ガタありますね。ということで、これはワッシャーを追加していかないと、きちっとした当たりは出ないと判断します。これは別にこの、ノブの、精度が悪いわけではなくて、それは個体差ですね。純粋に個体差なので。はい。で、もう1枚。多分2枚ぐらいいるかな。薄いやつ入れたんで、かなり薄いやつを入れたんで、ちょっとずつ出していきますね。これも薄いやつですね。はい。で、これをね、何度か繰り返していきます。はい、かなり軽くなりましたね。今これ厚いの1枚と本当に極薄のもの1枚の計2枚入れました。でほぼガタなし。この辺の調整は各自、感覚でやってください。で OK だと思ったらここでグッと締めます。絶対にネジ山舐めないようにしてくださいね。で、まあこんなもんじゃないですかね。で、僕の場合はこれ締め込んだ後に粘度の高いオイルをこの中ね、ネジの方に一滴だけ入れます。で、これもう締めてしまうとあとメンテがすごい大変なので、今のうちにリブリケートしておきます。で、回しておいて、余分なオイルを綿棒で取っとくと。で、このね、オイルもよくメーカー指定のものとかいろいろあるんですが、私は車のね、自動車のオイルを使いますね。いいやつを取っといて、それをボトルに入れて使ってます。モチュールとかね、あの辺の、比較的化学合成オイルの粘度の高いやつを使いますね。あとまあデフオイルとか使うこともありますね。かなり良くなりました。で、最後にこのキャップつけていくんですが、キャップね、これそのままだと結構緩むんですよ。で、何を私するかというと、ネジの緩め止めですね。ただこれあんまり強度のやついいやつ使うと本当に緩まなくなるんで、なんかあった時にほんのちょびっとだけ、わかります？ほんのちょびっとだけこのネジ山につけます。この O の方につけてもいいし、凸の方につけてもいいんですけど。で、締め込みます。で、これね、万が一、将来これを緩めなきゃいけなくなった時って、常温だと緩まないので、これはゆっくりと熱してください。ドライヤーでもいいですし、アルコールランプでもいいし。最後に、と締め込んで、はい、完成です。回りますね。で、ガタもない、あ、ガタないな、で、これが本来の、もともとついている TG 型の、ノブから、ゴメクサスのパワーハンドルに交換しました。これ慣れると、本当数分でできます。5分もかかんないです。今回はね、ゆっくりやりましたね。で、これつけてみましょう。はい、ガラリと雰囲気変わりましたね。巻きやすくなりましたね、これね。はい、かなりいい感じになったと思います。見た目もね、ほら、こんな感じになりましたね。いいですね。いかにも、ライトショアジギングに使うぞっていうような、
こんな形ですね、あのパワーハンドル、おすすめです。このメーカーのやつですんごい安いので2000円切るぐらいで売ってますんで、ということで今回のストラディック、4000XG の、吊るしのハンドルをパワーハンドルに交換する方法を紹介させていただきました。ありがとうございます。